前出荷できないぞ、それ刑務知らないと。鳥だったら行くぞ。何も入ってないのかよ。おお、なんすかそれ。なんだこれ。あ、あ、時計。あ、時計だ、時計だ、これ露骨の時計だ。行ってみましょうか。もう何も入ってない。よしよしよし、ロボ回収してく。我々のロボ回収してましょうか。なんで手が出てくんだよ。びっくりしたよ。はん、お、特に何もできないですか。いや、え、乗った。おお、来たぞ。なんだこれ。スペードが上でハートが右で、三つ葉が下でダイヤが向こうだと。上がハート、下がクローバー。ハートで戻る。上がハートでしょ。だからハートがクマちゃん正解。違いますよ。あ、ごめんごめん。このスペードがクマちゃん。はい。黄色。ハートが青。青。ダイヤが。ダイヤが緑と。行くぞ。進んだな。なるほどね。なんだっけ。ダイヤが緑。ダイヤが緑。はい。で。忘れちゃった。この記憶力の乏しさ。ハートがブルーじゃなかったっけ。車じゃなかったっけ。あ、そんな気がしました。で、スペードが。すごい。なんすか。落ち込ん。落ち込んですか今の。おい、ここに霊いなくてよかった。よかったですね。びっくりした。パッて開いちゃった。自分が思ってるタイミング以外のところで進むんでさ、そこでブワーとかされるとさ、最悪だよな。やめてほしいですね。あの服取っていい？大丈夫。どうぞどうぞ。服をこうやって取ろうとしてた瞬間にガマーとか来なくていい。絶対ね、そのやだ。大丈夫、行くよ行くよ行くよ。せい、なんでやねん。おお、あれ手だ手だ。ちょっと待って、なんでやねん。これ取ったらさ、取ったらもうなんか来ない。大丈夫大丈夫、取ったらなんか来ない。行くよ行くよ、取るぞ取るぞ。もうやだ。俺何もないんかい。足触った方がいい。いや、やめましょうよそんな触れる。おお、何もないのかよ。なんでだよ。むしろなんか怒れよ。ここはもう何もなさそうです。え、床？なんで？床見れるんですか？床見れた。もうダメダメ、その、あ、さっき足があった床か。そうですね。あ、なんか今音しませんでした？した。しましたよね。した。とりあえず無視しよう。ロボットの手つけよう。つけます。あ、取れた。それドアなんじゃないですか。違います。お、あ、それ開けるんだ。開けるんじゃなくて、わかる、あそこね。棚みたいな。あの棚、きっとどかしたら後ろに何かあるんだな、きっと。これいい画面切り替えていくよ。いくよ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 。はいはい、これを選択して壁壁行くぞ。取りましょう。はい。ああ、取れた。うわ、おお、なんで勝手に開くんかい。なんで勝手、なんで勝手に開くねん。何やの。あ、高橋君、ヒーローいる。ヒーローつける。アメリカンヒーローいますね。目玉焼きの目玉焼き取れます。いくぞ。あ、取れない、取れない。ちょっと待ってよ、なんでや、なんでやん。しかもなんだよこれ。いつ釘打ったんや。サイレント釘打ち、すごいっすね。行くぞ、いろいろ見ていくぞ。とりあえずここはまだ触れないと。はい、オッケー。順番な、順番な。行くぞ、右行くぞ。もうね、ゆで卵にしか見え。あれ？あ、あ、なるほど。なんだ、びっくりさせんなよ。ここは何もないな。なんか暗くするとなんかとかありそうですね。あ、ありそうやな。下行くぞ、下。はい。あー。あー、なんか、なんかあれだな。あー、ここ、パズルだな。この取れた。消しゴム？消しゴムだ。あ、消せんじゃないですかあれ。もう絵の。あ、絵のやつ。おお、賢いな賢いな。おお。なんだこれ。消しゴム丸くなった。減った。え、あ、本当だ。まだ使えるんですか。月が満ちた、戻った。また半分かけた。ここなんもないと。よし。オッケー。で、こっち行くぞ。行きましょう。せや。ん？壁に何かあるな。壁行くぞ。破れてる。
残りの絵がきっとここにはまるんだな。つけいくぞ。見ましょう。出たよ。うわーなー、しまった。おい、なんでしまうんだよ。振り向いていい、先に振り向く。閉じ込められた。閉じ込められた。机見ましょう。また、あ、首ないし。首がない。なんでだよ。さっきまで首はあったんじゃない。ないのか今。もう机の上は全部がもうこのスーパーマン でスーパーマン特段持てない。取れない、取れない。引き出しとかもいけない。いや、まだ行ってない。あ、まだ行ってない。行っていい。どうぞ。手をかけた瞬間に大丈夫。行くよ、行くよ。むしろ来いよ。はい。え、開け。あ、絵だ。はめましょうか、とりあえず。なんかこれ、あ、上から。え、なんで上から見た。え、あ、でも絵撮るとき上から見たのかな。 OK、 もうはめましょうよ。はめるぞ。いくぞ。どうぞどうぞ。違う、間違えた。あ、今見ちゃったんですね。アイテムを画面で隠しちゃった。いくぞ。はい、できた。なんもないんですか。なんもない。この絵は怖いよ、なんか怖いよな。なんか一周回って怖いよな。一周回って怖い。こういう絵。あ、ちょっと何。うわぁ、もうやだ、もうやだ。高橋くん全然ビビってないよ。大丈夫、ビビってないよ、ビビってないよ、ビビってないよ。高橋くんビビってないよ、ビビってないよ。高橋くんほら、ビビってないよ、ビビってないよ。大丈夫だよ、私たちビビってないよ、大丈夫だよ。ビビってないよ、高橋くん行くよ。もうクリア、もう行くよ、行くよ、ほら、もうやっちゃうよ。30分でやるんでしょ、30分で。行くよ。もう一回触るぞ、もう一回触るぞ、高橋くん、もう一回触るぞ。出てくるからね、これ、行くぞ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 。出てこいんやないか。くっそ。いろんなとこ触るぞ。驚かせるだけで終わりで。びっくりした。ナイスさん、やめてください。画面が切り替わっただけでびっくりしたわ。なんでこのお父さんズボン履いとらんの。彼氏のワイシャツなんですよ。ああ、彼氏のワイシャツか。彼氏のワイシャツじゃねえよ。彼氏のワイシャツちょっとワンサイズ大きいですから。そうやな、部屋とワイシャツと私やな。お前さん、もう僕、何いいですか、さっきの顔のやつでもうダメです。もう高橋くん大丈夫、頑張ろう。もうダメ、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。もう進みたくない。頑張ろう、まだできること残ってるよ、私たち。あ、分かっちゃった。もういい、高橋くん分かっちゃった。なんすか。これ、あの謎かけのヒントだ。これ、うん、きっと左から順番に下、これ、これ、3つみたいなヒントだ。あー、ちょっとこれ覚えて。これ覚えるんですか。じゃあこれ写真撮って、写真。あー、デジタルだ。デジタル、これ写真撮って、これ写真撮って、これこれテイカーピクチャーして、テイカーピクチャーテイカーピクチャーして。すごいデジタル。はぁ、撮りますよ。オッケー、はい、いくぞ。ほら、ここだよ。最初は下だけじゃないですか。うん、ありますよ。あ、それかな。どれだ。それどうですか。違います。ああ、これかもね、下から出てるしね。何してやめろよ。なんすか、落とすの。なんすか。上だけみたいなのありますよ。
ごめん、違うかも。わかんねえ。なんかわかんないですね。ちょっともうちょっと見ましょうか。この絵は…この絵なんなんやろな。わからん。他は何かあります？鳥が飛んでいるぐらい。鳥ですかね。撮りましたよね。このスーパーヒーローに取っ手をつけてみるとか。10円を顔にしてみる。で、なんだっけ、あの薬剤、五大薬剤をしてくる。ブリオンみたいな。遺跡を守ってるね。そう、ハンターハンター。ブリオン。これ、なんか、それ飛べないんですかね。これでダメですか。ダメだ。そのベッドみたいな、ベッドじゃないや、それはなんかないんですか。あ、それ下に行くだけですか。うん、ゆで卵はどうなんでしょう。ゆで卵はね、なんもないんですよ。触れないですか。触れないんです。この部屋の電気消せるとかないんですか、今回は。なくないですか、電気スイッチないですね。机の上のテーブル、机の上のどこを触ってもですね、スーパーヒーローに行っちゃうんです。スーパーヒーローだけですか。かといって別に天井も触れません。天井はなくて、そこはなんかない、触れるとこないですか。どこも触れません。うーん、これ結局消しゴムで消してから何にもないもんな。ないですね。月が出てきただけですよね。くそ。何、どうした、どうした、何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 。なんか動いたと思ったら広告だった。結局でも絵がヒントってことはないのかな。いや、これなんてね。あ、高橋君、木を見るんじゃなくて、うん、この隙間を見るのかな。 1,2,3,4 つ隙間がある。ありますね。この隙間の形通りに作っていくのかな。ちょっともう一回見てみましょうか。それ見ながら行こうぜ、はい、で、まず隙間がそれの…S かな。それじゃないですか。これだよね、まず隙間で言うと、はい、はい、で、次が下がちょっと出てるだけだよね。これ違うよね。それじゃないですか。これですか。それちょ、とりあえずそれにしましょう。そこか、じゃあこれは逆 S みたいな感じ。逆 S、 それだ、これで、これ最後が、うん、いいの、その3だよね。イプシロンみたいな。これも近いと思うね。そうじゃないですか。あとこれだけ。おお、冴えてる。まやさん、撮るよ。発想の転換すごい。あ、それ撮るんですね、下のやつを。来たで。紙で。まやさん、すごいですね。おいで、おいで。あれ、撮れないですか。あ、伸びた。な、伸ばした上でだな。撮った。おお、なんすかそれ。あ、月ですね、それ。違います。これなんだ。おっ、おっ、おっ、怖え。やめろよ。しかも全然ヒーローっぽくねえし。やめろよ、スーパーヒーロー。やめろよ。入れてあげましょう。ああ、スーパーヒーロー合体。さあ、どうだ。あ、開いた。鍵開けましたね。でも振り向きたくないな。振り向きたくないな。行くぞ、振り向くぞ。振り向くぞ。振り向くぞ。ほっ、なんか落ちてる。落ちてますね。で、特段おらんかったな。拾っていい。え、なんでハンマーみたいな。さっきガシャンって落としたの、あれ違うか。それは花瓶が割れただいぶ先だよな。行くぞ、拾うぞ。いや、でもな、怖いな、なんか。ほっ、うわっ。ええ、あれ、あっけ、あっちの閉じ込められた部屋の。でもハンマー取るときに来るんですよね、あいつ。それ取っちゃダメですね、まだ。わかった。あ、
そうですよ。ほんとそうですよ。ハンマーを。おお、来た。村井さんなんかどうしたんですか。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで